皆さんこんにちは。好きなモビルスーツは GP02 の編集系です。今回は10月18日にリリースされたアーテリーギア機動戦機のリセマラ方法とガチャで狙うべきおすすめのアーテリーギアをご紹介します。最初にお断りしておきますが、本作はいわゆるリセマラに向きません。理由としてはガチャ解放タイミングでは1回しか回すことができないことに加えてアプリをアンインストールしないとアカウントを削除できない点、ログインボーナスで事前登録報酬の結晶石が大量にもらえるなどが挙げられます。また最高レアリティの排出率も 2.5% となっているため、この1回転にかけてリセマラしていくと地獄を見ます。その代わりリリース記念招集では満足のいく結果となるまで何回でも10連ガチャを引き直すことができるので、この動画では主にこのガチャで狙うべきキャラクターをご紹介します。リセマラには向かないと言いつつも、一応ゲストアカウントで始めます。冒頭のチュートリアルではお試しで用意されたパーティを使ってバトルするのですが、本作演出面は本当に気合が入ってますね。昨今のスパロボ顔負けの必殺技演出が各アーテリーギアごとに用意されているので、ついつい見入ってしまいます。バトル終了後にはプレイヤーの見た目と名前を設定します。どうやら設定画面からユーザーネームを変更できないようなので注意です。ホーム画面に戻った後、再びバトルのチュートリアルが始まります。このバトルから倍速が使えるようになりますので、忘れずにオンにしておきましょう。バトルを終えると初めての募集ができます。ここでは、マルゴットが固定で排出されるので気にしなくても大丈夫です。シグナス、マルゴット。ここ。編成画面のチュートリアル後に、次のステージ選択画面へと移動しますが、左上からホーム画面に戻ってガチャを引くことができます。さて、ここでリリース直後のキャラランクをご紹介しますが、上位の S キャラ、シリウス、シュラ、ミルバス、ハ、引き直しガチャからは出ません。もし根気よくアンインストールして、リセマラを目指すといった方はこの3キャラを目標に頑張りましょう。そしてこちらが引き直しガチャから排出されるおすすめの星5キャラになります。銀河、ハ攻撃性能の高い単体アタッカー。ゴースト、ハテ数の多い優秀なアタッカーとどちらも使いやすい性能です。今回はこの2キャラと一緒に編成すると相性の良いキャラクターを攻略班が調査しましたので、この2キャラと相性が良いキャラがまとまって、出るまで引き直しガチャを回し続けましょう。ちなみに引き直しガチャでは星5キャラは一体固定。星4キャラは複数出現しますので、最低でも上記のキャラプラス相性の良い星4、2体といったところでしょうか。最初に述べた通り、ログインボーナスがかなり豪華なので、早めにリセマラを終えてゲームを始めるのが重要です。以上リリース初日のアーテリーギア、リセマラ方法でした。一応ステージ1の10まで進めて複数回ガチャを引くリセマラ方法もありますが、データダウンロードにかかる時間が長いため難易度は高そうです。それでは今回の動画はここまで。アップメディアではアーテリーギアの攻略ページを作成していますので、最新の情報を知りたい方は概要欄からチェックしてみてください。また次回の動画でお会いしましょう。またね。